南京事件、1927年。南京事件は、1927年、昭和2年3月24日、北伐の途上において、蒋介石の国民革命軍の第2軍と、第6軍を主力とする、交友軍、葬式、停戦が南京を占領した際に起こした、日本を含む外国領事館と居留民に対する襲撃事件。 その後の中国の進路や日本の対中政策を大きく変えることになった。1927年3月21日、蒋介石の国民革命軍は、上海を占領し、南京攻略を目指して3月23日に南京城を包囲した。朝奏省ら、ジカロ連合軍8万は戦わずに退却し、市民も逃げ惑い、南京城内は混乱した。 3月22日朝、日本海軍は、荒木亀尾隊意識下の海軍陸戦隊10人を、機関銃1門、無線電信機、小銃などを携えて上陸させた。しかし、自動車で南京城に入ろうとすると、技法門で、長相将ら、自家路連合軍、小海石軍を援助する疑いがあるとして小銃など、武器を押収した。機関銃1門 無線電信機は先発の自動車で運んでいたので、押収はされなかった。荒木隊員は抗議したが受け入れられず、疑訪問に翌朝まで抑留された。南京在留日本側は、略奪暴行が予想されたので3月22日に、不助子を領事館に避難させ、23日午後8時までに、領事館者15人、本館に38人、警察官者に20人、 初期性質に19人、所長官舎20人を収容した。1927年、昭和2年3月24日、早朝、国民軍総司令、小解析の北伐軍が南京に入場した。その軍長は、停戦であった。当初は、平和裏に入場していたが、間もなく、反帝国主義を叫ぶ軍人や、民衆の一部が、外国の領事館や、 居留地などを襲撃して、暴行、略奪、破壊などを行い、日本一人、後日の宿泊船警備の海軍兵、イギリス三人、アメリカ合衆国一人、イタリア一人、デンマーク一人の死者、二人の行方不明者が出た。フランス人宣教師が二名殺害された。アメリカ人で、金領大学副校長、イーゼ・ i ウィリアム博士も殺害された。そのうち数とは、発から。 髭、陰毛ままで焼かれ、れれ部を切断ささた。ま、た婦人も領辱された。人も辱日本領事館は、小介石の軍が入場した時、国民党軍は、規律正しいと聞いていたので安心し、防衛のための土のや機関銃を撤去し、開門して、国民党軍を受け入れた。また、倉庫には、小銃30丁が保管されていたが、それらの上に荷物を山積みしており、 準備されてはいなかった当時の記録ではこの時入場をした国民党軍は便宜隊であったかもしれないとも書いている中国軍一歩中隊が正門から侵入すると保証に立っていた西原二党兵装に銃剣を突きつけ殴りつけられた中国軍はやっつけろやっつけろと連呼しながら銃剣で突きまくり顔面や頭部をめたうちにして負傷させた 救援に駆けつけた数名の海軍陸戦隊員も銃剣を突きつけられ時計や財布を略奪された。その後中国軍は本館を襲撃して電話機や器物を破壊し金庫を開けろと木村領事館警察署長に命じたが署長が応じなかったので発砲し署長は右腕を負傷した。領事官舎の2階にいた根本博陸軍武官少佐に対して 中国兵は室内に入るや、稲や頭をめがけて発砲したが、それた。しかし腹を打たれ、一階に飛び降りようとしたところ電部を銃剣で突き刺さ、突き落とされた。室内に残っていた、領事夫妻らに向かって、中国兵は、金を出せ、金庫を開けろ、出さねば殺すぞと罵りながら、所持品を奪い、領事夫人は服を脱がされた。寝室の領事専用金庫は破壊され、 貴重品はすべて持ち去られた。さらに、中国兵に後続して、南京の老若男女の住民、クーリーらが押し寄せ、電球、電線、装飾器具、水地道具、風呂を置け、便器まで持ち去った。日本人は衣服を脱がされ、それらの衣服も持ち去られた。強奪は、朝7時から午後1時過ぎまで打ち通しに行われた。その後、第二軍政事部署を通し、 市長大隊がやってきて、我が国民軍は、外国人に、危害は加えない。今日、諸君を苦しめたのは確かに北軍のせいであると述べた。荒木隊員は反撃すると、日本人避難民に危険が及ぶため、海軍陸戦隊員に無抵抗を命じていたため、艦内の日本人は、一方的に暴行や略奪を受けた。日本側の報道によると、駆逐艦、ヒノキなどから派遣されていた。 両事館警備の陸戦隊の兵力は10人しかなく、抵抗すれば、に港事件のような民間人殺害を誘発する危険があると考えられたため、無抵抗が徹底されたという。両事館への襲撃のほか、渓流中の宿泊船、ハルクの警備についていた、後藤三島機関兵装は、狙撃により射殺された。また、日本人の経営する旅館放来館を襲撃した。 中国人ボートは金を出せ、法天兵はいないか、ピストルはないかと連呼し、旅館にいた日本人から財布や骨董品を強奪していった。宿の女中がつけていた指輪が取れないので面倒だ。指を切り落とせと中国人が言うので外して渡した。中国人ボートは、長作林 B 機の日本人は皆殺しだ。もう50人殺されたとはめきながら発砲した。 東京朝日園その記者の証言、東京朝日サ九1927年3月30日、松崎病院院長の松崎熊氏は、事件の最中に中国人が、外国人が虐殺されるのは当然だ。日本領事館で鼻に針金を差し込んで、一人残らず、殺したと話しているのを聞いた。事件後の被害者の証言によれば、当時の三十数名の婦女は少女に至るまで、 領辱され、ある女性が、防衛のために一室に連れて行かれようとする際、どうぞ助けてくださいと必死に叫んだが、警備兵は抵抗できず、見捨てざるを得なかったという。3月25日、下関に停泊中のアメリカ軍とイギリス軍の艦艇は午後3時40分頃より、場内に艦砲射撃を開始、陸戦隊を上陸させて居留民の保護を図った。 砲弾は1時間余りで、約200発が撃ち込まれ、日本領事監禁棒にも着弾した。多数の中国の軍民が砲撃で死傷したとされている。外務省は、事件当初から森岡領事から受けた、共産党の計画による、組織的な排外暴動であるとの報告により、南京事件が、小解析の失脚を狙う、過激分子によるものと判断していたが、列強が、 強硬策を取れば蒋介石の敵を利するものだとして、幣原喜十郎外相は一貫して不干渉政策を取り列強を説得した。日本は虐殺を誘致する。恐れありとして砲撃せず、3月25日朝警備強化のため、荒木亀尾隊意識化の海軍陸戦隊90人を上陸させた。領事館の避難民らはイギリス軍による反撃に巻き込まれるのを避けるため。 増援の陸戦隊に守られて軍艦に収容された。しかし、日本海軍が南京市内を砲撃しなかったことに対して、日本側の思惑とは反対に、中国民衆は、日本の軍艦は弾丸がない、かかし、張り子の虎として嘲笑した。海軍陸戦隊が中国兵によって部を汚されたことは、第一県外艦隊司令部において問責され、荒木隊は、 拳銃自殺を図ったが、一命を取り留めた。事件の反響を恐れた日本政府は、我が在留婦女にして、領辱を受けたる者一命も、なしと嘘を発表したため、南京の日本人居留民は憤慨し、中国の応募を伝える大会を開こうとしたが、日本政府によって禁じられた。まもなく4月3日には、観光でも日本領事館や居留民が襲撃される。 観光事件が引き起こされた。蘇州でも日本人が監禁された。3月29日、紹介席は、旧校より上海に来て、暴行兵を処罰すること、上海の治安を確保すること、海外主義を目的としないことなどの内容を声明で発表した。しかし、日英米、仏っカ国の講師が、関係指揮官及び、兵士の厳罰、小介析の文書による謝罪、 外国人の生命財産に対する保障、人的物的被害の賠償を共同して要求したところ、外交部長、陳とも人は、責任の一部が不平等条約の存在にあるとし、紛糾した。4月12日、南京の国民革命軍総司令、小解石は、上海に戒厳令を布告した。いわゆる4.12反共クーデター、上海クーデターである。 この際、共産党指導者90名余りと共産主義者とみなされた人々が処刑された。また、英国は、南京事件は、コミンテルンの指揮のもとに発動されたとして、関係先を、捜索、5月26日、ソ連と断交した、アルコス事件参照。武漢政府が、要求政策放棄を声明し、南京に国民統一政府が組織されると、 1928年4月にアメリカ合衆国、8月にイギリス、10月にフランスとイタリア、1929年4月に日本と、それぞれ協定を結んで、外交的には南京事件が解決した。小解析によれば、この事件はあえて外国の干渉を誘って、小解析を倒す中国共産党の計画的策謀とし、事件の陰には、 ソ連の顧問ミハイル・ボロディンがいて、第6軍政治部主任ソカ官と第2軍政治部主任リフシュンは共産分子であり、軍長の停戦は彼らに操られていた。事件前夜の3月23日にソ連の顧問ミハイル・ボロディンが武漢で召集した中央政治委員会で、林カ官は停戦をチャンス政務委員会の主席にするよう提案していた。また日本側の記録、 南京観光事件真相様子公、流域法人遭難実機でも、共産党の計画的暴挙であったとされている。南京事件の北京への波及を恐れた列強は、南京事件の背後に、共産党とソ連の策動があるとして、日英米仏など7か国外交団が厳重かつ、然るべき措置を取ることを暗黒軍総司令部に勧告した。4月6日には、調査により、 ソ連大使館を目的とした各国公使館区域の捜索が行われ、ソ連人23人を含む74人が逮捕された。押収された極秘文書の中に次のような内容の訓令があったと総司令部発表した。その内容とは、外国の干渉を招くための略奪、残殺の実行の指令、短時間に軍隊を派遣できる日本を各国から隔離すること、 在留日本人への危害を控えること、排外宣伝は繁栄運動を建て前とすべきであるというものである。訓令の内容は実際の南京事件の経緯と符合しており、訓令の発出が事実であったとする見解は有力である。5月12日、ロンドンのソ連貿易会社アルコスが捜索されたアルコス事件。4月9日、ソ連は 中華民国に対し国交断絶を伝えた。国民党は日本の無抵抗主義を宣伝したため、この事件は多くの中国人に知られるようになり、中国人は日本を見下すようになったという意見がある。同年4月には観光事件が発生した。翌年1928年5月には災難事件が起こり多くの日本人が虐殺された。 1924年の加藤孔明内閣の外相、茂原基重郎は、茂原三原則を基本とした、親善政策である、茂原外交を展開していた。しかし、南京事件や観光事件などにより、国民の対中感情が悪化、茂原外交は、軟弱外交として批判された。金融恐慌の中、事件直後の4月、若槻礼次郎内閣が総辞職すると、 田中義和が首相と外相を、兼任、かねてから中国より、東北三省を切り離すことを主張してた、外務政務次官、森務がその政策の背後にあり、日本の対中外交は一変した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。